だプリント持ってきてくれたんだから。聞いた、よしよししてって。小6にもなってね、キシシシシ。うちの春男とこにこんな可愛い子がせっかく来たんだからね、おもてなししなくっちゃ。うわ、俺だけにおもてなしを。くそ、どういう風の吹き回しだよ。ああプリントか。授業参観のお知らせ断じて行かせねえ。自分の劣等ぶりを親に見せたい息子がどこにいる。数字の形と同じで開いた口が塞がらねえ。ゲームのやりすぎを怒られているようでへこむぜ。たく、気がめいるもんばっかり持ってきやがって。俺が元気になるものはないのかよ。っていうか、用が済んだらさっさと帰れよ。お待たせー。春尾ママ特製、漫画で出てくるホットケーキよ。もがかわいい、お人形さんみたい。おいおい、夕飯前のお嬢様にんなもん食わしていいのかよ。じゃあ、お母さん買い物してくるから、エロいことしちゃダメよ。しねえよ。おい大野、お前もなんか言え。俺のお袋の妙なスパイラルにはまってっぞ。おい、何覗いてんだよ。バレバレなんだよ。行くなら早く行けよ、もう。はいはい。これが熱を出した息子の扱いか。お前もそれ食べたら帰れよな。ったく、お袋もなんて部屋に通すかな。も大きくなったのね。ハルオール一の通知表ってどう頑張れば取ることができんの。罰として PC エンジンは封印させてもらうわ。嘘だと言って。